2プライドラウンド第5戦津餃子小学校春の交通安全運動、今節は事故率の低い選手が中心となったシリーズでしたが、レースの方は熱戦が続いてきました。水面上は第12レースの優勝戦を迎えます。5号艇木村、スタート展示ほどピット離れが出るわけではありませんが、ここは回り込んできます。しかしながら1号艇尾形英二がインコースに入ります。初戦から破竹の5連勝、自力で引き寄せた大きなチャンスで久しぶりの優勝になります。2号艇丹下保が2コースです。トーチは前回に続く優勝戦進出、ターン足の良さを存分に活かしたいところ。そして5号艇木村光弘、前節桐生からの連続輸出、注目のコース取りでしたが、ここは回り込んでの3コースです。4コースは3号艇石塚久也、序盤から直線の良さは目立っていました。2節連続優勝もかかります。5コースは4号艇杉山正樹でしょうか、整備も当たって足は上場、鋭く展開を捉えてきます。6号艇浅見正勝、初日連勝も予選では18番目の滑り込み、苦しみながらのファイナル進出です。スロー算定は1双5、そしてダッシュ算定は3、4、6、2つに分かれています。2プライドラウンド第5戦津餃子小学校春の交通安全運動優勝戦、スタートまでまもなく残り10秒となります。進入コース内側から1番、2番、5番、ダッシュが3番、4番、6番です。スタートしました。1コース1号艇尾形がトップスタートを切りました。カードから3号艇石塚も出ていきますが、逃げるのは1号艇尾形、3号艇石塚が巻き出すか、切り込んでくるのは2号艇丹下、まくっていったのは4号艇杉山、押し切りました。1号艇尾形が先頭リード2停進、2番手から3号艇石塚、3番手は4号艇杉山、外内側から6号艇浅見が接近で、後方2号艇丹下、5号艇木村が続く。スタートは正常です。2マーク1号艇尾形がクリア、2番手は4号艇杉山、かわしていくか、3号艇石塚、外から3号艇石塚、2番手3番手4号艇杉山、4番手から6号艇浅見、あるいは2号艇丹下について、現在上位は1番、3番、4番です。2周目に入っています。1マーク1号艇尾形英二が先頭、2番手争いは先まっていく4号艇杉山、これを回しから差し返すのは3号艇石塚、内側から3号艇石塚が2番手半停止1停止リード、3番手から4号艇杉山続く、この内側から2停止差4番手6号艇浅見、後方2号艇丹下、5号艇木村が続きます。2周第2ターンマーク1号艇尾形がクリア、2番手切り返す4号艇杉山、ここでも握ってか、3号艇石塚、2番手は3号艇石塚、3番手4号艇杉山の内、切り込んだ2号艇丹下、今度は内側から2号艇丹下が3番手一定車、4番手から4号艇杉山ついて最終周回です。3周1マーク3番手の水は内4号艇杉山、抑えに行くのは2号艇丹下、外2号艇丹下が3番手は優勢か、内側から4号艇杉山が4番手で、依然上位は1番、3番、2番となっています。強力選手を相手に逃げました。1号艇尾形英二が先頭、2005年1月の住之江以来、約13年ぶりとなる嬉しい優勝、通算打4回目の優勝に向かいます。上位は1番、3番、2番の体系でまもなく合流。先頭1番尾形英二優勝5輪、2番手3番石塚5輪、3番手2番丹下が5輪、4番杉山、6番浅見、ラスト5番木村が5輪です。